ただいまより第12回女子日本アイスホッケーリーグ1次リーグ札幌インフィニティ対釧路テアーズの試合を始めます。両チームで、この試合のレフェリーは笹村越志、ライトパーソンは堀川山田によって行われます。
田監督、札幌行きに行く14番車のミッキングにより5分間の会場、時間14分の4秒。
残り1分。第1ピリオドの両チームのシュート数をお知らせいたします。釧路ベアーズ10、札幌インフィニティーズ3、
8番佐藤、7番村山、時間23秒。
白ペアーズ18番小西ヒッキングにより本社の会場時間12分20分です。
の残り1分。シュート数をお知らせいたします。釧路ペアズ14、札幌インフィニティズ6。
則釧路ベアーズ8番佐藤フッキングにより2分間の退場、時間1分58秒。ただいまの得点、札幌インフィニティーズ14番佐野、アシスト97番結城、19番佐藤、時間3分20秒。釧路ベアーズ1点目のコールの訂正をお知らせいたします。コール28番大森、アシスト8番佐藤、7番村山と入ります。
く。Thank you.
ただいまの得点、後ろ手厚、28番、大森、アシスト、8番、佐藤、時間、12分。
サポールインフィニティーズタイムアウト。終了。
これよりこの試合のゲームベストプレーヤーを発表いたします。プレゼンターは釧路アイスホッケー連盟理事長澤崎真嗣です。ゲームベストプレーヤーは釧路ベアーズ28番大堀志郎選手です。ただいまの試合は2対1をもちまして釧路ベアーズの勝ちです。両チームです。第3ピリオド並びにただいまの試合のトータルシュート数をお願いいたします。第3ピリオド釧路ペアーズ13、札幌ユニティーズ10、トータル釧路ペアーズ37、札幌ユニティーズ19。釧路ペアーズ2点目のアシストの訂正をお知らせいたします。ホール28番大森、アシスト8番佐藤となります。失礼いたしました。ただいまの得点を訂正いたします。得点28番大森、アシスト88番三平となります。